ロンデン・マナゾラ・タカシは、日本の男性総合格闘家、長野県長野市出身、総合格闘技審議官所属。2015年10月4日、パンクラス270でプロデビュー。2015年10月4日、パンクラス270で田中千0 9と対戦。2R2 時45分チョークスリーパーで、デビュー戦を勝利で収めた。 2015年12月26日、中国四川省最小市で行われた、ルン FC に出場。中国人選手に判定勝ち。2016年3月19日、グランドスラム4で、小暮里市と対戦。3から0で判定勝ち。2016年8月13日、中国三島省陳太尾市で行われた、CKF で、陸忠しいサムと対戦。早々に被弾し、 ピンチを迎えるもジョークスリーパーで一本勝ち。2016年11月3日、グランドスラム5で平田純一と対戦。開始15秒でパンチを当て TKO 勝利。2017年4月28日、中国河北省聖徳市で行われたグローリー・オブ・ヒーローズで我らと対戦。ジョークスリーパーで一本勝ち。2017年7月23日、 高楽園ホールで行われたプロシュート公式戦で榎本明と対戦。開始10秒でパンチを当て TKO 勝利。2017年10月15日プロシュート公式戦前浜アンフィシアター大会でウオイフルスイングと対戦。最終ラウンド被弾し後方へ倒れるも組みついてテイクダウン判定1から0でドロー。ありがとうございます。